う皆さんこんにちは、VTuberのチアリじゃじゃんブルボン、ジュエルマスター。はい、はい、もうベルがね、ありますよ、はい、ベルということは本日もステッカーの紹介。あー、オッケー。はい、本日はね、4月23日発売のオーライマックス第1弾ゴニアバケチュースターバックスで新カードをね、もう一回出してもらおうと思います。はい、本日ご紹介するのはこちら、バババン。なんじゃこれ、ブルーバード 5000RT。 出ました。おー、なんかどっかで聞いたことないみたいなカード名です。ブルーバード 5000RT ってきました。 RT できましたね。次はブルーバードがまた、ね、ましたね、うん、ということで早速ではこのカード見ていきたいと思います。いくぞー、やー、はーい、ということでじゃあちょっと早速紹介をお願いしていいですか。はい、じゃあまずこれ水のクリーチャーですね。はい、はい、2マナ3000のクリーチャーでございます、うん、ブルーバード 5000RT と、はい、名前がまずツッコミどころ結構あるんですけど、そうですね、はい、あのね、つぶやきブルーバードなんですけれども 5000RT だと、うん、いうことでトリックスレクサスで取得、うん、レクサス持ってます、はい、で能力はブロッカーで、このクリーチャー攻撃できない、アタックできないと、うん、で各ターン初めて自分の水の魂シードが出て、その能力がトリガーするとき、その能力が一度の代わりに二度トリガーしてもよいと。おー、面白い。レパー3000ということで、まあ、つぶやきブルーバードってあのバズ連打をね、うん、プラスで1回やるっていう能力を持ったんですけど、ね、まあ、それをちょっと受け継いだからような、はい、魂度の出た時能力をもう1回取り返したら2倍にするというね、すごい能力を持ってます。なかなかすごい。いや、そうなんですよ、うん、なかなかすごいですね。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、なかなかすごいですね。そうなんですよ、水の魂度ってあの結構ね、まだまだ出てる最中だと思うんですけども、うん、はい、まあ、結構強力なね、出た時効果多いんですよ、はいはいはい、で2枚引いて1枚捨てるとか、うん、あのこれ牛人丸のビジョンなんか見せましたよね、はい、あれが2倍になったらどうよ。あらららら、確かに5倍ドローとかいったら10倍ドローできちゃう。すごい、もうデッキなくなっちゃいますね。しかもバウンスも2回走るからエクストライブも剥がせる。あー、大したもんよ。すごいですね。しかもそれが簡単に2マナ手に入るという。うん、いいですね、軽いのがいいですね。そうなんです、2マナ目ってやっぱりちょっとアクションをねしたいところでありますからね。そうなんです、うん、2ターン目にこれ出して3ターン目、4ターン目、5ターン目と強い魂でバンバン連打するみたいな戦略もね、うん、取れるという、かなり強力な1枚になっております。確かに、イラストもちょっとね、心なしかイラストだったんですよね。派手なんだよ、チームウェーブ時代から比べるとだいぶなんか、うん、ちょっとこうでしたけど、ね、でも後ろにちょっとね、このねイラストちょっと見ていただきたい。いや、これあの、わかります、 いらっしゃいますよ、皆さんご覧になってわかりますか、はい、ここにね、コンプライーグル、コンプライーグル、コンプライーグルじゃないか。そう、チームウェーブの、はい、SNS のインスタントウェーブというね、はい、治安を見守っているという、はい、コンプライーグルさんが3万7万ファイターですね。そうですね、3万7万ファイター、コンプライーグルさんが、お前なんかどうなのみたいな感じ。コンプライーグルいますよ。違う、コンプライーグルテンション上がりすぎたコンプライーグル大好きなんすごいな、いろんなところにチアリスイッチあるんだ。俺コンプライーグル大好きなの、はい、一時期ずっと言ってた、友達と喋ってる時、あ、それはコンプライーグルだよでもいいですね、やっぱり水の魂とか触れるたびにね、強くなっていく、うん、そうなんですよ、そうですね、はい、で、ちょっと前も説明したように、うん、水って魂の戦略非常に強力なね、はいはい、文明ですので、これかなりいけてると思います、うん、なるほど、魂がたくさん並べて、はい、そう、うんうん、しかもね、これね、ポイントはやっぱレクスターズで、ご自身も軽いレクスターズなんで、ちゃんと進化物としても結構優秀と。確かに、だから敵の魂でばらまいていって、あ、もう、まあ、この能力いらないかなと思ったら、ね、スター進化して攻撃してもいい。なるほどなるほど、はい、かなり柔軟な一枚、しかもブロッカー持ってるんです。確かに、うんうんうん、かなり腐るところない強力な一枚になっております。強いと、強いことしか書いてないですね。そうなんですよ、これはブルーバード 5000RT ということでした。はい、ということでね、新しい新カードでございました、はい、でこちらが入ってるのは、はい、4月23日発売のオーライマックス第1弾オニヤバケチュースターマックスで収録されております。はい、チェックしてください。楽しみだな、楽しみですね、面白いからたくさん入ってるんでね、うん、ということでね、まだまだ魂色もね、新しく出てくることでしょうから、こいつの動向も、はい、そうなんでございますね。はい、はい、ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、今週はね、まだまだじゃんじゃん新カードがね紹介されますので、ね、皆様ね、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ジュエルマスターズ、バイバーイ、コンプライーグル。